前回のスーパードンキーコング危ないね。なんでやねん、こう、なんでやねん、なんでやねんってやから右行ってくれ、右へ、こうや、なんでやねん、ビーバーから逃げろ、あやそういうダチョウや、エアゾーダン入ってる、ステロフォンでダチョウってさ、記憶力3秒だけしか持てへんらしい。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは。あの時助けていただいたロキソニンです。てなわけで今回もスーパードンキーコング続きやっていくんですけど、この吹雪の谷ってステージなんかすごい難しいらしいですね。ドンキー1はワールド6が最後のステージらしいんですけど、これでワールド4に来たってことなんで、まあちょうど半分っすね。まあここから後半戦頑張っていきましょう。なんかすでに難しいねんけど、操作すごい滑るわ。あ、難しいわ。これは難しいっすね。なんかめっちゃ滑る。こうジャンプしてかわして、D で解放して、はい、はい、はい。トリプルキルやっといて。何こいつ、凍傷や。凍傷なってるってお前。いった、何も言わずにいった。黙って落ちた。確かにこれはちょいむずいっすね。初見殺しだらけやないか。ちょっと一回ロードで行こう。オッケー、ハゲタカ。ワニ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 パニック。そしてこれは上でもいけたな。これ絶対来ると思った。絶対来ると思った方がいいな。どこでもセーブでしょ、これは。これ持って行った方が良さげ。またお前いんのか、ビーバー。俺は一体どれだけ同族をほふればいいんだ。曲いいな。曲の展開が読めねえ。危ない、これ大丈夫？あ、中間ゲッチュ？中間でどこでもセーブな。怖いな、怖いな。あー、ちょっともうこの吹雪やばい。見えねえ。いや、ほんまにこの吹雪が。ちょっと視界を奪うのがしんどいですね。これ、上までだ、あー、ちょっと今のはもう恐れず行った方がよかったな。ちょっととりあえず取っとくか。早っ！あ、揃ったわ。なにこれ？なんか急に、なんか始まりましたけど、これ、なんすか？取れば取っただけなんかもらえんのか、これ。いや、全部取らなあかんわけじゃないの、絶対に。全部言うたらこれなんか1万個ぐらい溜まんの、これ。1万はあるぞ。取った分だけ残機に換算される、これすげえ。マジでむずいな、ここ。2はこういうとこあったぞ。あ、隠しや。え？おうおう、一気になんかスルーできてる。え、もうこれクリアじゃない？クリアや。うわ、俺裏ルートでクリアしちゃったよ、これ。いや、これあれじゃない、知らん人多かったんちゃう？じゃあ次、クリスタルトンネルやっていきましょう。ここも滑るんやな。全体的になんかトゥルトゥルしてるわ、ここ。ちょ、これなんか勝手に上に上がるぞ。これ上当たったら死ぬんかな？死にはせんか、さすがに。これ下に下がります。いた出会い頭の事故みたいになってるって。やった、あー、もうマジロー。で、ここな、問題の場所。こいつマジ問題やでな。お前問題がある。あ、中間やん。めっちゃむずいっつわけではない。まあ、ちょうどいい、程よい難易度かなっていうところやね。ちょっとここやべえな。あ、これ終わりや。一回ミスったら終わりゲーミングな。早く行かなかったな、これ。ちょ、早く行きすぎてもダメと。微妙なバランスによって世界は保たれているからね。その調和を乱してはいけない。ここは待って、オッケー。おーい、もうトゥルットゥルしますやん。トゥルットゥルですやん。床中にローション塗りたくったの、これ。おい、これで、カジキ2枚な。ドアがいてもこの、下に下がる力に勝てねえ。まあ、とりあえずクリアしときましたと。再び吹雪の谷、マジで。でもさっきのとこよりかは、簡単な感じはしてる。まあ、ゴリラといえばこれみたいなとこあるかな。てか、実際のゴリラってこれやんのかな？あの、鶴に捕まって、あの、あーあーみたいな。中間っすね。オッケー。吹雪の谷ワンのが難かったな。あ、まだお前のか。でもな、こいつもあれかもしれん。あの、生活がかかってんのかもしれんな。ドンキーたちがバナナを独占してるから、裏切らんかったらやってられへんかったんかもしれないな、あいつは。そういうね、事情があんのかも。お前、ドンキーの下についてても、お前、バナナもらわれへんやろ、つって。俺らと組めやっつって。で、クレムリンと組んだと。ボーイって、また裏切るもんか。どんな事情があろうが、てめえの裏切りを感化するほど俺は甘くね。やばい、やばかったわ。おーい、マジ、ローションまみれやね、ここ床。ローション選手権始まったわ。第1回、ローションゴリラ選手権です、これ。これむずくない？うるさいんですけど。ちょうどタイミングを合わせていかなあかんからな。これね、ジャンプした方がね、キャラコンしやすいわ。気づいた。こっちの方が滑れへんから。ジャンプ重ねて、ちょっと滑りをなくしていく。人志松本の滑らない話やから、これ。はい、グジット、オッケー、お作り。でも、ワンのが難かったな。再び吹雪の谷よりも、オリジナル版のが難かった。クロクトパスの海。また海をなんか我が物顔で、牛耳ってる野郎がいんのか。絶対あいつやな、あのガリガリのスタミやろ。いや、冷たい。投資するわ。
違う、イカやスプラトゥーンかな、あいつイカ足つけてないのか、あ、ついてくんのね、なるほど、ちょっとそれやだな、それ嫌っすね、あ、ポッ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 、あー刺された、イカって毒とかあったっけ、ないよな、あ、終わりなんや、でもこれは確かにこいつここの海牛耳ってるかもしんない、これ確かにこれはクロクトパスの海かもしれん、結構早いぞ、割とギリギリ、結構ギリチョンマルっすね、あれ、またオナガザメさんいたな、あんまりあの寒い海にはいないのかなと思ってたけど、オンデンザメとかは冷たい海にいるもんね、ちょ、こいつ結構早いぞ、やばい、フェラーリぐらい早い、大丈夫、じゃああいつがフェラーリやって俺はランボルギーニになればいい話、それだけの話だから、ランボルギーニになるんだよ、おー大丈夫大丈夫、あーっとイタチザメさんまでいんのか、一般通過イタチザメやったな、あれ一般通過イタチザメさん、ちょっと勘弁してくださいよ、ブレーキをかけてはいけない、ブレーキをかけてはいけませんよ、危ないぞ、今だいぶ危なかった、うわー、もう先行ってもろて、焦らんかったらもうクリアできるやろ、ほらクリアや、いやここは簡単やったわ、トーチライトトンネル嫌な予感すんな、今日ここでラストしようかな、うわぁ暗い系や、シュア出た、違う、いつものオムじゃない、こうやって踏んだらあかんやな、ゴリラ気になっちゃうからな、もう王は取るな、残機などいらん、人間本来ね一回死んだらそれで終わりやから、ゴリラやから10回死ねるとかほんまないからな、ディアリストやからちょっとディアルな思考でプレイしていきたいなと思っております。もう中かいな。何この、ジャンクラットのウルトみたいなやつ。お前前さ、頭一回踏んだら死んだよ。ちょ、あかん。顔が削れてしまう。ちょ、静かにしてもらっていいっすか。ここです。あ、終わりよ。簡単すぎる。森の隠れ家2とかあるな。ただ今回は、やっちゃってもありやげんな。やっちまが、なんかな、ここ。もうマジのボーナスのステージな。一気アップできんのうめえな。こいつまでもらえんのか、いいね。ぽよん。ああ危な、あ、あいつ踏めるやん、あいつ不死身やとばかり俺思ってたけど、帰っていいならやれるんすね。ちょっとセーブしとこう。ああ霊長類を舐めんな、爬虫類が。これ逆にね、帰りやったらむずいかも、ここ。逆に。いや、これ逆にやな、ここ。降りるか、ここで。お前と一緒に、意義で行きたいと。思っていたが、どうやら俺とお前はあそこまでのようだ。さよならだ。ありがとうよ。いや、一緒やな。一緒やわ。シンプルながら難しいっすね。こうか。あ、こうね。もう、やからそのために N あったんか。焦んな、焦んな。焦んじゃねえぞ。おっと、2個目出てきた。なんかどっか連れてかれたって。これ、カジキ狙ってカジキ出そうぜ。オッケー、来た。これで次、カジキボーナスステージゲッチュや。何この赤い海、サイレン。サイレンやん、これ。むず、ちょっと待って、意外とむずいな、お前。そうさ、サイのとこと比べて全然取れんぞ。サイがうまいってことか。絶対これ、ライノが一番うめえ。ニキだけか。うまいうまいうまい。いいね。オッケー、クリアしー、ボスまでいけんな。待って、お前か、兄貴。兄じゃ。怒りのボスのって。いいだろう。どちらがビーバーの王か決めようじゃないか。一緒ですよね、でも。あ、違う。終われ早く、なんでだよ、まさかこんな奴にやられるとは。こんな俺みたいな奴にやられるとはな。それを考えたら、あの一面の、ビーバーが、どれだけ弱いかという話。なんなんこれ。意外とむずいな。一回これかわした方がいい。無理して踏もうとすんな。この、なんか、ことびになった時に、ことびってなんやん。あ、倒した。今度こそてめえの人生に引導を渡しちゃった。レベル5、カントリーファクトリーへ。うわ、めっちゃ工業排水垂れ流しそう。てなわけで、じゃあ今回こんなところにしときましょうか。つうわけで、今回最後までご覧いただいた皆さんどうもありがとうございました。てなわけで、See you next time, bye bye! 次回、また遊びに来てな。ほな。